るから私に任せて。するぞ。ギニャちゃん、ギニャ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。キャー、なんですか。ご注文はニャンでしょうか。おすすめはあれです、あれ、あれです、ケーキ。紅茶もあるの、その温かいのと冷たいのと、暑いのと冷たいのと、ふむふむ、立地といい、色使いといい、なかなか素晴らしい店構えじゃの。内観のセンスもシンプルを基調に、小物なども落ち着く空間作りで素晴らしい。ふむ、気に入った。ここにあるケーキは全部わしが買おうではないか。さあさ、店主、ありったけケーキを詰めるがいい。あ、カードって使えますよね。はははしぐれとはなんぞ。お主、誰かと勘違いしてるようじゃの。そんなプリッチーで一途な兄様の妹のような娘っ子がこんなところにおるはずないではないか。おいおい、無礼は気にするでないぞ。せっかくの開店日に水を差すような真似はしたくないからの。とりあえず黙ってありったけのケーキをよこすがよい。いいねで買おう、早くせい。より好みするとは何たることじゃ。そんな態度では毎日通って開店と同時に買い占めてくれる乗客を逃してしまいますぞ。商売とは稼げる時には非常にでも稼がねば成り立たぬのです。それに兄様にそんな冷たい目で見られたら悲しいのです。これでも何か力になれればと思って今日まで我慢をしましたのに。しぐれちゃんではな。あ、ちょー、もっと引っ張るでな。あ、ちょー、あよー、数日ぶりだな、ショコラ、何が。
れが制服？かわいいじゃない、孫にもいそうって感じで。ショコラちゃんもバニラちゃんも元気そうでよかった。急にいなくなっちゃうから心配したんだよ。そうだよ、すごくすごく心配したんだよ。カショウ様についてくなら一言言ってくれればよかったのに。ごめんね、ついつい勢いでのことだったから。また会えたから問題ない、みんな元気そうで何より。うんうん、猫たちも感動の再会を喜んでいるようで何よりですね。お久しぶりです、兄様。元気そうで安心いたしました。妹に愚問です、兄様。一言で言えば妹の愛にございます。まるで芸風のように言うのはやめてください。すぐれは本気ですのに。よいよいよ、素敵なショップカードにございますね。さすがは兄様です。引っ越しの時に送り出してくれた取引だから仕方ない。その通りにございます。決してショコラやバニラが悪いわけではないのです。ですから責めるならこの妹めをソフトめな言葉責めにてお願いします。ちょっと強気めで。しぐれは兄様のことをとても心配しておりました。ご健勝で何よりです。ああ、カショウ、水くせえだろ。しぐれも他人じゃねえんだからさ。しぐれはここ数日本当に気が気じゃなかったんだぞ。私たちの飯忘れるくらい。ねえ、ほんと困っちゃったわよ。檻に入れられた動物みたいに部屋の中をぐる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 回ってはため息ため息でさ。連絡先を教えるくらいすればいいのに。そんなに私たちと縁を切りたかったなら別だけど。どうせあれだろ、一人で何も言わず去ってこれかっこいいとか思ってたんだろ。ああ、ありそうありそう。人の男って本当にめんどくさいわよね。あずちゃんも姉ちゃんもとっ
ても心配してたんですよ。2匹ともしぐれちゃんのパソコンとか携帯電話でカシオさんの名前を必死に検索したりしてね。2匹とも素直じゃないからね、年長者の割に。私もいざとなったらしぐれ様の代わりに自分の足で探すつもりだったけど、入らないようにしておきますのでご安心ください。そんなことは何も、私はいつでも兄様を見てきましたし、これからも応援していますから。でもお母様は兄様のことをとても心配していらっしゃいますよ。落ち着いたら一方だけでも連絡をしてあげたら安心すると思います。はい、では約束の指切りです。でも兄様のソフトな言葉攻めも少し期待はしていたのですが、でも本当に立派で素敵なお店ですね。もう兄様が隠れてケーキ作りをしなくても良いのだと思うと、しぐれまで嬉しくなってしまいます。家の和菓子も好きですけども、兄様のケーキは世界で一番ですから。これでもう本当に兄様の家には戻らないと思うと、寂しさで胸が締め付けられてしまいますが、でもきっとこのお店もたくさんのお客様に愛していただけることでしょう。私、洋菓子店の厨房は初めて拝見しました。やはり水月家の和菓子の厨房とは置いてあるものが違うのですね。兄様はこちらでケーキをお作りになるのですね。和装の兄様も垂涎者でしたが、パティシエバージョンも女心にキュンキュン来るものがあります。ああ、許されることであればライブカメラを設置して兄さんのお姿を24時間めでられるようにしたい。でもショコラもバニラも元気そうで安心しました。兄様ならきっと受け入れてくれると疑っておりませんでしたが。厳しいしつけも愛情あってこそですから、猫たち自身のためにもです。おりませんから。でもお店で働かせるのならちゃんと資格を取らせないとですね。違いますよ兄様、そうではなくてですね、猫を単独行動させたり従業員として扱うには
対象の猫に単独行動許可証という資格が必要なのです。許可証なく外を歩いたりしたらば猫は警察に補導されてしまいますから。それに許可証なく従業員としては使えません。無料のお手伝い程度ならまた別の話なのですが。ちゃんと全員いつでも持っていましたよ。では兄様、どうぞこちらへ。まあ、猫として鈴くらいは持ってないとね。自由に外も歩けないなんて不便でしょうがないし。私らは猫の中でも選ばれし猫ってわけよ。そんじょそこらの猫とは違えってわけだ。一応合格割合は10匹に1匹くらいって言われてますからね。もうゴリゴリってくらい勉強も大変でしたよ。しぐれ様の猫なのに鈴持ちでないなんて、それはご主人様に恥をかかせてしまうことだからね。猫の身分証明書代わりになりますし、これがあると何かと便利なのですよ。人の集まるペット禁止の施設やイベントでも問題なく入れますし、他にもGPS 機能で迷子にもならないですしね。自分の店内で少し働かせるくらいで文句は言われないですが、従業員としてちゃんと使うならば資格は取らせた方が良いかと。ショコラとバニラもそろそろ鈴を取らせようかとは思ってはいたのですよ。ですから、これもちょうど良い機会かもしれませんね。ね、ショコラ、バニラ。ご主人様のお役に立てるのでしたら頑張ります。すっごく頑張りますよ。これでみんなと一緒にお出かけもできる。仲間外れは寂しい。もちろん、飼い主である兄様の協力も必須ですからね。その通りです。人間社会の常識を身につけることによってもっと豊かな生活を送れるのです。はーい、ショコラも鈴持ちになってご主人様と遊園地とか行きたいです。私は遊園地もいいけど水族館に行きたい。イルカとかペンギンとかチロナガスクジラとか見たい。うんうん、私も鈴をもらう前は留守番とかもあったから寂しい気持ちはよくわかるよ。応援してるから一発合格できるように頑張ってね、ショコラ、バニラ。うんうん、これだから頭でっかちなメインくんは困るよな。別に合格さえすりゃ回数が問題じゃねえんだよ。もらえる鈴は同じなんだしよ。それが唯一の自慢とか、乳臭いガキすぎてお里が知れるわ。離乳食でも食ってろっつーの。ふん、自分は試験に2回も落ちたからってひがむことないんじゃない？はっ、もしかしてその短い手足が実技で不利だったの？なんだとこれ！これがマンチカンのアイデンティティなんだよ！ガキが猫語るなんて2000万年早えんだよ、このダボハゼが！無駄に年だけ取ってる猫に先輩面されたくないね。尊敬されたければそれだけの価値のある背中を見せてほしいな。喧嘩はダメだってば。二人とも落ち着いて。
めると円形脱毛症になっちゃうよ。あ、そうだ、こないだご主人様が買ってくれたおもちゃがあるんだよ。あれで遊べば細かいことなんかどうでもよくなるんだよ。あずきもココナツも本当に飽きないわね。毎日毎日。あ、もう暴れるなら埃立つから外でやってよね。外で。水無月家の平常運転だね。それ以下でも変わらず。メイプル、紅茶入れてあげる。何がいい？おすすめはダージリソバニラは素直で可愛いわね。おすすめちょうだい。あと名称はダージリンね。オッケー、任せといて。お客さんとして初入れはメープルに捧ぐ。の日に喧嘩とはどういうことですか？そんなことでは鈴持ちの水無月の猫として恥ずかしいことですよ。ショコラたちまだ鈴持ちじゃないけどね。ねえ、だからまだ恥ずかしくない。私は喧嘩してないし。大バカたちのせいでこんなとばっちりね。んだとてめえ、実は一番ビビリで情けねえくせに余裕ぶりやがって。夜トイレに行くときは部屋と廊下の電気全部つけていかないとダメなくせにね。にゃー、私は夜行性とか夢とかそういうホルモンに流されない猫だって言ってんでしょ。このバカにあたしが。そんなところが姉ちゃんの可愛いところですからね。普段のタカビも可愛く見えてしまうというか。ふしゃー、魔法少女みたいな格好してるくせに私のことバカにして。魔法と唱えさせて YouTube に動画アップするわよ。ひどい、インターネットの海に放流したら一生消えないですよ。少女だってシグレちゃんが似合うって言ってくれてるんですから、いいじゃないですか。にゃー。はい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 、静粛に静粛に。繰り返しますが、今日は兄様の新たな門出記念日、私の新たな祝日が生まれた日です。そしてここにあるケーキは先ほど全部私めが買わせていただきました。よって今日だけは猫たちも好きなだけ食べていいですよ。マジでかしぐれ、ニコ食いとかしてもいいのか。全部食べ放題ってことはワンホール全部食べてもいいってこと。ケーキならお茶はアールグレーにしてもらえる？ああ、もちろん。温度はぬるめにしてね。はーい、お任せあれ。ご主人様もしぐれさんも紅茶でいいよね。私も手伝う。看板猫として初働き。私は外に売り切れ閉店の紙貼ってくるね。兄様、妹めはあーんをあーんを不毛にございます。
お買い上げサービスにこのくらいのサービスはしてもいいと思うのです。あーおめえらこれ歌唱のやつもなかなかやるじゃねえか。まさか僕の猫背にケーキワンホール食べれる日が来るなんて。幸せ、僕は今猛烈に幸せだ。いい香り。やっぱり猫舌にはぬるめよね。お茶受けにアップルパイちょうだい。私、焼きたてのアップルパイが食べてみたかったんです。魔性さん、御所ですからお願いします。ご主人様、シュークリームがもうなくなっちゃいました。至急増産をお願いします。医師、ご主人、茶葉のストックに手が届かない。取って。猫パラ。ご主人様、ご主人様、見てください、すごいですよ。すごい、めっちゃかわいい、本当にすごい、本当に。これでご主人のソファーで寝る日々からさよならだね。